供に勝てないようじゃ。すまない。よいよい、子犬の男は嫌いではないぞ。よい満月じゃ。こんな日に男に組み敷かれるのも悪くはないの。大きくなっちゃった。昔、箱根の山を一日で越えられなかった頃はさ、東西の妖怪がよくここでいざこざを起こしたのね。それを抑え込んでいたのが巴だよ。私も歯が立たなかったな。八重さんより強いの？ちょっと待って、あの人いくつ？さあ、1200歳くらいじゃない？はあ、なるほど、初めて見た犬神。さて、わらわの勝ちじゃ。これでこの世は安泰じゃ。ダメだ、こんな力では町をこの世を守ることなんてできない。京介、勝ってもダメ負けてもダメとは難儀なやつじゃの。これから修行を積めばよいではないか。間に合うかどうか、わらわを任すほどの力量が必要と考えるか、大層な話じゃが。一年で足りるかの。え？一年後再びここを訪れ、そしてわらわを任す、そう約束せえ。いや、春までには世界が滅びるかもしれないのに。よいよい、一年後ここを訪れ、わらわを任す、簡単な約束じゃ。約束？人は約束をする生き物。またな、巴、また来年な。誰かとの約束を守るために明日を迎える。元は犬っころであったわらわですら、目先の約束を楽しみに生きながらえておったら、いつの間にか神になってしもうた。さあ、一年後わらわを任す、そう約束するがよい。まあ、ただわらわに会いに来る、それだけでも一向に構わんぞ。山奥に一人は体が冷えるのじゃ。いや、その、だから、いや。